体力を温存していき、うわぁ、言いながらぶつかるやつ。ほい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。で、まあ次行く場所は、このネクストのとこね。ボスのとこに、まあ今から行くんやけど、とりあえず、結構レベルを上げたんだけれども、どうやろう。みんなね、ツイッターとか見よったら、なんかこの、アンデッドエリアのモンスター強みたいなことをつぶやいとる人が多くって、で、私自身めっちゃ強いなってずっと思いよったんやけど、この調子で言ったらさ、もうなんか、確実に、ボスってもっと強いわけやん。無理じゃねって思うよね。無理じゃねって思ったけん、レベルを、まあ32、3ぐらいまでは上げてきた。上げてきたんやけど、いけるだろうか。とりあえずボスまでちょっとなるべく戦わずに、体力を温存していき、うわぁ。言いながらぶつかるやつ。とりあえず逃げようかな。何？いきなりいいんって賢さ増加。いいよ、賢さ増加とか。いやぁ、回り込まれた。賢さ増加したのに回り込まれてんじゃねえか。何の賢さだ。逃げて、逃げて。あ、でもだいぶ受けるダメージは減ってきとるけんね。あ、戦うにしてしまった。まあまあまあ。あ、しかも遅い。2倍速にしてない。そう、動画じゃないけんって普通にしとったんよね。ちょ、とりあえず、2倍速になれとったらこれが超呪いね。まあ、戦って倒せ倒せ。倒してしまえ、ほら、あっという間。結構レベル上がった証拠だね。ボスいけるかな。でもこの辺の敵を一発でやっつけれるぐらいにならんかったら厳しい気がするんやけど大丈夫かな。ねえ、雑魚的に結構かかるけん。しかもこの辺の敵さ、強いくせに経験値が少ないっていう。何経験値ほんと。え、普通さ、強い敵には、あ、ルーラポイント。強い敵には多い経験値じゃないの？違うの。ルーラポイントを起動します。ルーラの行き先に陥落の霊道、アンデッドガーデン入り口が追加された。よし。ん？なんかおる。ブンドルドはアンデッドガーデンの入り口に門を3つも作って鍵をかけやがった。鍵は陥落の霊道にいる3人の手下が1つずつ持ってるみたいだね。お、私全部もらったよ。これか。え？しかも3つ扉があるって3箇所にあるんじゃなくって3重になっとんや。ガーデンの鍵で扉を開けた。ガーデンの鍵が壊れてしまった。壊れたガーデンの鍵を捨てた。しかも1回使ったら壊れる。なぜ？脆すぎやろ。ガーデンの鍵でさらに扉を開けた。ガーデンの鍵が壊れてしまった。壊れたガーデンの鍵を捨てた。ガーデンの鍵言いすぎじゃない？なんか、早口言葉みたいな感じになってきたけど。ガーデンの鍵でようやく全部の扉を開けた。ガーデンの鍵が壊れてしまった。壊れたガーデンの鍵を捨てた。ガーデンの鍵言いたいだけやろ。お、なんか動き出したけどいきなりボス？これ、のちょーらやん。のちょーら族。シュシュ、見られてしまったっしゅ。ちょって言わんけど。ひょっとして、人間？もしかして、あゆなかっしゅ？え、なに、知り合い？こんなやつおったっけ？フットパーク。お前のことはリアクター通信でエースから聞いてるっしゅ。あ、なるほどね、そこ情報ね。俺は超マッハ。好きなものは早いもの。嫌いなものは遅いものだっしゅ。ん？嫌いなものは遅いものだっしゅ。なんかちょっと、イントネーションおかしかった気が。俺はレジスタンスがリアクターに残した伝説のプログラムを探してここに来たっしゅ。伝説のプログラム、リアクターに残した。あれかな、前に、センタービルの上にあった、あんな感じの映像？でもリアクターはブンドルドが独り占め、俺としたことが出遅れたっしゅ。なあ、あゆな、ブンドルドを倒しに来たんだっしゅ。もしもブンドルドを倒してくれるなら、このガーデンの秘密を教えてやるっしゅ。お、なになに？うん、やってくれるかっしゅ。会ったばかりだけど、信じてたっしゅ。いや、まあ、もともと倒しに来たからね。それじゃあまず、あの石像を見るっしゅ。あれがガーデンの仕掛けの肝だっしゅ。石像。どれ？お。何あれ、イルカ？イルカっぽい感じの石像が。かわいい。
あの石像実は動かせるっしゅ。魔物たちが動かしてるのを見たっしゅ。動く石像。あの石像を正しい向きへと動かせば、どうやら隠し扉が開くようなんだっしゅ。さあ、ガーデンの仕掛けを解いて、ブンドルドの元に乗り込むっしゅ。その片足上げる感じのポーズかわいいね。俺も謎解きに協力するから頑張ってくれっしゅ。なるほど。ん？なになになに？なんかおった今。全然見えんかったんやけど。うん？エンタシスマン。なにそれ、この建物の中は柱までモンスターなのか。ダメだよ、そういう擬態。よろしくないよ。何これ。石像を2回動かし、目と目を合わせて仕掛けを解け。2回って君は何をしてるの？アユナ、何か書いてあるのを見つけたっしゅ。きっとこれが石像を動かすルールだっしゅ。ルール。石像を2回動かして目と目を。向かい合わせるってことか。4つあるよ。じゃあとりあえずこれを。この石像は回転することができそうだ。石像を回転させますか。時計回り。素直に時計回り。で、これを動かして、お、なんか発射された。なんか左右に発射されたよ。ん？発射された先の石像もなんか動き出したね。そういう仕組み？同じ時計回りに動くってことか。え、ということは、石像を動かせるのこれ回数はあと1回だ。これで、あと1回、どこを動かす？今ここ時計回りにして、左右に光が飛んでった剣、多分あの正面と横やろう。あ、ってことは、今んとこ何にも当たってないあの斜めのとこに行けばいいんじゃない？なんとなく。斜めのとこ。なんか柱にぶつかりそう。こっちね。ん？階段がない。待って、こっちからぐるっと回っていけってことかな。こっちから。なんかおるピコーンって言ってピコーンって言ったらちょっと待って、早く早く早く。助けてー。この石像は回転することができそうだ。石像を回転させますか。回転させる、ちょっと待って。向かい合わせやろ。これを時計回りに動かしたら、こう動いて、時計、あ、向こう側も動くね、時計回り。オッケーオッケー。てか、キラーパンサーや、これ。かっこいい。この石像から飛んだ光によって他の石像も回転したようだ。どこが開くの？ん？開かんかった？かっこいいな、迫力が。あれ？イルカじゃない。え、めっちゃ可愛くないんですけど。これあれか、シャークとかいう魔物？なんかそんなモンスターおらんかったっけ？お、お、開いた。もういかにもここをお通りくださいっていうポーズやん。地下へ続く階段が出現した。よし。じゃあ地下へ降りていこうか。柱にぶつからないように。あ、これ絶対確実にさ、復活するパターンの骨やろ。スカルドラゴンかなんかじゃない？うわ。地下にも石像いるんですけども。また動かす感じですか？頭を使う屋敷なんだなぁ。それはまたルール？ルール変わっとるってことかな？またミントいかん。ルーラポイントある。ちょっとルーラポイントで記録をしておきたい。なるべく。ん？おる。こいつ。ブンドルザー臆病者さ。この地下のどっかに隠れちまったよ。ボスのくせに。ん？なんかおる。あ、こいつやん。超ダッシュやっけ。超マッハやった。アイナ、また何か書いてあるっしゅ。一回よりルールが難しくなってるっしゅ。マジで？どれ？石像を3回動かし、目と目を合わせて仕掛けを解け。石像を3回。なんか1回増えた。増えたってことは楽になったんじゃないの？違うの？不思議な階層を手に入れた。よし。ルーラポイントを起動します。なんかこの目の前の階段怪しくない？行き止まりに階段って絶対開くやん、ここ。ルーラの行き先に陥落の霊道、アンデッドガーデン地下が追加された。なるほど。じゃあ、ん？ここもなんか、本にメモが挟んである。最初は左上を時計回りに。
何それ、ヒント？え、ヒントもらえた、やった。左上お時計回り、なんか降りよう、そこにも。ほらほらほら、このアンデッドガーデンの仕掛けはレジスタンスのルキアって人が作ったんだ。マジでルキアって私が探しより人やろ。ルキアは仕掛けの解き方を書いてメモを本棚の中に残していたみたいだよ。あ、さっきのやつがそうってことか。てか思ったんやけど、ここってブンドルドの屋敷じゃない、レジスタンスが作った屋敷な。この石像は回転することができそうだ。石像を回転させますか。へい、時計回りに。時計回りで後ったよね。お、動いた。この石像から飛んだ光によって他の石像も回転したようだ。石像を動かせる残り回数はあと2回だ。まだ他にもヒントあるかな。なんか本棚結構いっぱいあったけん、さっき調べたんがあれか。ってことはちょっと次こっちを。本にメモが挟んである。2回目は右下を反時計回りに。右下を反時計回り、右下、右下。え、めっちゃいいやん。全部教えてくれるんやねん、これ。これを反時計回り。この石像を回転することができそうだ。石像を回転させますか。へい、反時計回り。おお、怖い怖い怖い。顔に発射された。この石像から飛んだ光によって他の石像も回転したようだ。石像を動かせる残り回数はあと1回だ。おお、あと1回。さあ、どうだ。いたずらモグラは全然やってこないんだけど。次。これかな？ん？違う、こっちか。こっちだ。本にメモが挟んである。残りは自分で考える。あんまり甘えるんじゃない。メモに怒られた。なんだって？教えろよ。こっちは？特に変わった本はないようだ。あれよ。あとは自分で？ちょい待って。最初左上行って、次に右下に行った。上と下。まあ、すごく単純に考えるなら、最後は真ん中。真ん中の、じゃあ、左側を、中央に向けんといかんのよね。ってことは、反時計回りや。でも、反時計回りにそこしたら、上下も動いてしまうけん。違うね。右側を、反時計回り。反時計回りにしたら、上と下も反時計回りで内側向く。で、あ、向こう側はこっち向く。オッケー。この真ん中の右。どこや？こっちか。真ん中の右が反時計回り。この石像は回転することができそうだ。石像を回転させますか。へい、反時計回りに。どや。てか、なんか石像の種類がさ、ヘレコンドルも増えとったよね。この石像から飛んだ光によって、他の石像も回転したようだ。お、動いた？開いた？あ、ほら、やっぱりここ。絶対怪しいと思ったんよ、行き止まりに階段とか。でも、開いてすぐにおるとは思ってなかったけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。